こんにちは、吉谷さん、メッセージありがとうございます。いや、うまくまとまりましたね。物欲、そうなんです。物欲っていうふうに限定する言葉ですよね、どっちかっていうと。まあ、私は物欲イコール欲っていうふうに捉えていて、まあ、言葉としては物欲っていうふうに言ってたんですけどもね。まあ、でも本当その通りだなと吉谷さん言われた通りですね。やっぱりいつも上手ですね、まとめ方がね。で、ちなみにですけども、この欲っていうのは2種類あるっていうふうに私はさらに思ってまして、それはですね、手に入っていないという状態の欲、もう一つは手に入っているという状態の欲ですよね。維持したいという欲もありますし、欲するというそういう欲もあるかなと思います。それですね、どっちもなければ歌方なんですよね。まあ吉谷さんはあるサインを手放すことはないと思うんですけども、やっぱり強い、それはまあ欲というかね、こうしたい、ああしたいっていう願望、それがまあ一言で言うと欲なのかなっていうふうに考えることができるんですよね。まあですんで、ここでですね、お金に関して、億万長者というテーマに関して言うならば、お金が欲しいという欲がですねあればですね、まあ手に入るかなと思うんですよ。で、そこで欲がないっていうふうに自分でマインドセットすると、それは手に入んないかなと思うんですよね。絶対に欲しいと、絶対に稼いでいきたい、ビジネスのプロになりたいっていうふうに欲すれば、それは欲をコントロールしたことになると思います。しかし吉田さんが言われたようにね、欲に飲まれるっていう状態は何かっていうと、欲っていうものが主体を持って、自らがそれに埋もれてしまうんですよね。潰されてしまうってことですかね。やっぱ、まあ、お金っていうのはもう人が使うものであって、お金に使われるようになったら終わりだよっていう風なね、言葉を昔聞いたことがありますけども、まあ、すごく的確に捉えてるなと。お金と人間の関係で、どっちが主でどっちが従かっていうのは、あくまでも人間が主人公なんですよね。で、お金っていうのは従わせるものであるはずなのに、なぜかね、お金が君臨していて、人間がそれにね、奴隷化して従事してしまうっていう状態が、まあちょっと、続くと怖いのかなと思います。瞬間的にはやっぱあると思うんですけどもね。ですから、早くお金を支配するためには、お金に支配されないためには、稼いで突破するしかないかなというところなんですよ。で、ビジネスを自分の思い通りにすることができれば、もはやですね、人の困ったを解決することもできますし、自分のお金がないも解決することができるし、まあ万々歳なんではないかなと思います。ここであくまでも私が言うのは、自分の力で稼いでいくってことなんですよね。なんかのビジネスに参加してるから、なんかおこぼれで儲かったみたいなのは、まあ実はですね、そんな続かないというかね、そういうことではないかなと。自らが努力と工夫によってですね、まあ、人の困った状態を解決して、感謝で、まあ、お礼をいただくというね、この提供と感謝の組み合わせですかね。提供して感謝していただくと、で、自分も提供させていただいたことに、まあ、感謝するというね、そんな状態なのかなと思いますよね。まあ、なんかこう何言ってるのかわからないような状態ですけども、まあ、結局私はね、欲に忠実になったものから自由になると思うんですよね。でも欲を達成できずに、その欲を意識するっていうかね、まあ難しい表現になりますけどね、まあ空虚だなと思いますよね。願望はあるんだけども、それを達成するためのその走り込みがちょっと弱いと言いますかね。まあ何、叶わなくていい夢なんてないはずなんですよね。叶わなくていいような願望はないし、埋めなくていい欲はないと思うんですよ。もうそれはね、すでに欲ではないんですよね。ということで、ぼんやりと独り言言わせていただきました。まあ、吉田さんのまとめ方、すごくいいんじゃないですかね。おっと、ちょっと後ろのホワイトボードに25万回とか書いてますね。一人のリーダー、一人の先生。なるほどね。はい。ズームの使い方。ちなみにですね、速稼塾の中で、TikTok 20万再生が、なんか急に出ました。なんか TikTok をね、そんな一生懸命やってたわけではないと思うんですけども、たまたまやったのが、気がついたら20万再生突破してたって、びっくりして YouTube に上げてました。面白いですね。こうなれと思わなくてもそうなることがあるっていうことですよね。まあだから、たくさんやった方がいいってことですね。いたし